誰だろう。はい。一体何なのあいつ。ここから離れなきゃ。一体何が。嘘でしょ。大丈夫か。あいつ何なの。いつの間にこんな状況に。それもわからん。だが悪いことってのは重なるもんだからな。結局アークレと同じありさまだ。おい待て待ってくれ。これ現実なの。こんなに大勢感染するなんて。ブラッド。マジか。どこの馬鹿が知らんだ。悪いが別ルートで。あなた、あの怪物を知ってるの。いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う。明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか。お断りよ。あなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UECS。アンブレラ？ちょっと冗談でしょ。あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ。別に信じなくてもいい。だがまずはシェルターに行こう。な、行こう。ここだ。まず大事なことか。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。分かった。
今向かってる。で、作戦は？俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら、俺が変電所までナビゲートする。了解。急ぎましょう。火を消さなきゃ。誰かいるの？ひどい匂い。これって考えたくもない。やるわよ。
これで全部ね。あとは主電源を入れるだけ。カルロス、ジルよ。電源を復旧させた。よし、いいぞ。次は運行システムの起動だ。鉄道会社の指令室に向かってくれ。指令室のあるオフィスはこの地区にあるってことしかわからない。どのビルかわからないの？何よそれ。多めに見てくれよ、相棒。誰が相棒よ。もしかして。カルロス、指令室に着いた。次は何？よし、運行ルートを入力してくれ。オッケー、ちょっと待って。よし、行き先は？今いるのはレッドストーン駅だ。行き先はフォックスパーク駅。設定できるか？私はスーパーコップ。寂しまいよ。ルートの設定が完了しました。カルロス、私よ。運行ルートを設定した。いいぞ、ジル。素晴らしい。不当不屈だな。急いで駅に戻ってくれ。出発の準備をしておく。他の出口を探さないと。今の鳴き声は？もう最悪。
この服燃やすしかない。聞こえる？ジル、やっとつらかった。大丈夫か？なんとか生きてる。奴は巻いた。よし、地下鉄は準備 OK。 君が戻り次第出発だ。武装する知能があるの？カルロス、こちらジル、聞こえる？はっきり聞こえる。そっちは無事か？ええ、奴を倒した。よし、よくやった。でも無茶しすぎだ。おとりになるなんて自殺行為だ。説教はやめて。ああするしかなかったの。
だけど奴もついてくる。大丈夫だ、俺を信じろ。もうめちゃくちゃね。とにかくこれでみんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。よし、しっかり集中してくれよ。もう警察署だ。ここがどう見ても墓場だからな。おい、やる気か。あの警官はどこだ。さあな、それより任務が先だ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな、だから救助じゃなくて捕まえるのか。嫌な任務だな。シャッターを開ける、そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。ああ、お前もな。一体あれは何だ。ゾンビの仕業じゃない。マジか。タイネル、聞こえるか。ここには未知の何か。了解。
情報収集は無理だ。そっちに向かう。よ。そう、慌てるな。順番だ。またこいつか。私だけ。カルロス、聞こえる？カルロス。最悪。まだくたばってない。ここから逃げなきゃ。入る。バードはどこだ？多くの相手をしてる暇はない。ナタニエル・バード博士のオフィスへようこそ。ご用の方はインターホンにお声掛けください。
死んだ。撃たれてる。マジかよ。ワクチンは今さ。ここ。誰が知る。少しの辛抱だ。タイレル、ワクチンを見つけた。よし、今そっちに向かってる。気をつけろ。気をつけろ。楽しみはこれからだ。
ここが地下への入り口ね。病院の地下にこんな施設があったなんて。ついてきたことには敬意を要する。だが残念ながらゲームはもう終わりだ。終わらせないわよ。Ah!
これで揃った。遅かった。一体ここで何をしてた。この先にワクチンがあるはずだ。あなたは残って。これが動力ね。使われるやつね。ワクチンを作るのに使えそう。ワクチンの生成を始めます。素材をセットしてください。
一体何なの？ワクチンを取り返さないと。行かれるわけにはいかない。カルロスが奴を止めてくれれば。まだ追いつける。奴を捕らえられる。